にかけての、新言州の僧。長祖壁氏の家臣。滝本寺比喩、比喩祭とも呼ばれ、比喩と表記されることもある。他にただし清氏の弟と言われるが定かではない。土佐国長岡郡を工場家の滝本寺の住職。国書、継書仏典に通じ、その学識と才格から長祖壁も土地家の記憶を受けて、召し出され、長岡郡地の村の大官として、 庄屋の竹内左衛門と共に活動した。長我壁氏が豊臣氏に服属する大名となり権力集中が必要かつ当主不在が多くなる頃、比喩の活動は文禄二年以降に活発となっている。元親の留守中には自己承認を受ける形で、加納の久竹親父や山内三郎衛門、豊永東五郎、熊次郎兵衛らと共に家臣の職務後継を決めたり、 区役を務めない家臣への切り舞支給を停止するなどの広範な権力を振るった。軍議には参加したが直接軍事指揮を担当することはなかった。また同じ滝本寺の境音が金子元拓等への外交使を多く務めたのと違い、内政に手腕を振るった。長宗壁森地下の代になり、関ヶ原の戦いの折には、伊予長略に乗り出した毛利輝元の家臣。 毛利元康と片田万行が、日宇宛に出兵要請の書状を送っている。特に文筆組で、長蘇壁氏を起き書に代表される長蘇壁氏の法令や文書の多くを寄贈した。土佐古城伝承記、土佐物記によると、毛利氏の暗黒自衛系と合わせて一追坊図と、称されたと言われる。元親から何度となく、原則を促されたが応じることはなく、障害層として通した。 関ヶ原の戦い後の両国募集の際には、一両具足たちに、裏土城会集中して、徹底抗戦を呼びかけるなど、義に厚い抗骨感であったとされる。ありがとうございます。